キスマイ北山博光が飛べ、交流後にタッグが実現するかもしれない、あの人たちとは、ジャニーズ事務所の人気グループ、キスマイフット2、キスマイが出演するフジテレビ系の深夜番組、キスマイ超ブサイク、各月末で終了することが20日放送の同番組内で発表された、番組のエンディングでメンバー7人が横一列に並び、玉森優太、33、が代表して、皆様にご報告です。 キスマイ超ョブサイク。白月をもって終了いたします。11年という長きにわたっての応援、本当にありがとうございましたと報告。メンバー全員でお辞儀した後、続けて玉森は、8月をもって今の形の、キスマイ超ョブサイク。は終了いたしますと伝えた。2012年に特番としてスタートして以来、11年の歴史に幕を下ろすことになったが、放送終了の理由は明らかだという。 キスマイの番組に先駆けて、嵐の相葉正紀ら複数のジャニーズタレントがレギュラー出演する同局の VS 魂グラデーションの9月での放送終了が一部で報じられたが、その理由は元キングプリンスの岸優太が9月30日にジャニーズを退所するのに合わせて、キスマイは北山博光37が8月31日付でグループを脱退し、ジャニーズを退所。それに伴い、 9月はこれまでの総集編を放送し、9月末で放送を終了することになった、フジテレビ関係者。同番組の終了が発表された時点で、北山の対処後の進路については発表されていないが、今やジャニーズを脅かす勢力に成長しそうなあの事務所への所属が規定路線のようだ。もともと、北山が講師ともに関係が深く尊敬していたのが、今年3月に新事務所、トベ・トゥービーを立ち上げた。 元ジャニーズ事務所副社長の滝沢秀明氏。とべは7月2日に元 V6、三宅健の合流が発表されたのを第1弾とし、7日に元キング、プリンスの平野紫耀と神宮寺雄太。そして14日にはジャニーズ所属時代に、インパクトワーズとして活動していた元ジャニーズジュニアのメンバー7人全員が合流し、新たに、インプ。 INP というグループ名で再スタートを切ることが発表されている。まるでジャニーズに喧嘩を売るようにイケイケなのは、滝沢氏のバックに芸能界の大物がついたからと言われている。そんな事務所だけに、北山は飛べ入りするはずだが、役者業に専念しつつ、裏方として演出など、滝沢氏のバックアップをすると見られている、音楽業界関係者。キスマイは今月15日、TBS 系音楽特番。 音楽の2023に生出演したが、MC の中井正宏、50は北山に対して、対処後は、就職するの違う仕事を探すのサラリーマンとかになるのと切り込んだ。北山は、負傷しながら、炎上しそうなのやめてくださいと制したが、中井は、芸能界とかじゃないところでやるとかじゃないのとさらに追求。すると北山は、すごいとぼけた顔で聞いてくると突っ込んでいたが、 北山が飛び入りした場合、中井とも関係の深いあの人たちとのコラボが実現しそうだというのだ。キスマイといえば、元スマップのチーフマネージャーだった飯島道氏がジャニーズ時代にプロデュースを手掛けた時期もあった。その飯島氏は今や、元スマップの稲が日頃を、草子を、香取慎吾のプロジェクト、新しい地図を牽引。新しい地図の3人は徐々に地上波復帰を果たして勢いを盛り返しているが、 トベイリ後の北山が滝沢氏と飯島氏の間に入ってかなり強力な反ジャニーズ連合が結成されるのでは、と見られている。もし、連合が結成された場合、まずは、新しい地図の ABEMA のレギュラー番組で共演して世間の反応を伺うことになりそうだ。芸能記者。ジャニーズ大象者の北山の動向は、大いに注目されることになりそうだ。